ジャービスは、イギリス海軍の駆逐艦、JQ。艦名は、ナポレオン戦争時の海軍大臣、初代セントビンセント伯爵、ジョン・ジャービスにちなむ。ジャービスは、第二次世界大戦において、K12 洋艦オーライオン及び駆逐艦、ヌビアンとともに、戦艦ウォースパイトの14個に次ぐ13個の、戦闘名誉賞を受賞した部君めでた艦として、知られる。 戦争期間中主要な戦いの多くに参加したにも、かかわらず、一人も戦死者を出さなかった幸運と、活躍から、ラッキー・ジャービスのあだ名で呼ばれた。ジャービスは、タインカハン・ヘブバーンの放送レスリー社で1937年8月26日に、帰港、1938年9月9日に、浸水し1939年5月8日、収益した。 1939年9月に第二次世界大戦が勃発すると、ジャービスは、艦長兼戦隊司令フィリップ・ジョン・マック大佐の指揮下で、本国艦隊第七駆逐艦戦隊の機関となる。開戦後は、戦隊の両艦と共に、ドイツ艦船の捜索と、戦艦護衛に従事した。最初の6ヶ月間、戦隊の最大の敵は、北海の悪天候であり、嵐や、 駆逐艦同士の衝突に悩まされた。その間ジャービスは3隻の封鎖突破船を打破したほか、ドイツ海軍の装甲艦ドイッチュラントに打破されたアメリカ船シティ・オブ・フリントの捜索に従事した。1939年10月9日、悪天候の中で行動中だったジャービスと姉妹艦ジュピターは、初めてのドイツ空軍による空襲に遭遇した。 悪天候による燃料不足と激しい波浪、空襲に加え、ジュピターがボイラー故障を起こし一時航行不能になる。ジャービスは、後天の中でジュピターを栄光し、燃料がほとんど空になりながらも、翌日2隻はスカパフローへ帰還を果たした。1940年3月19日の夜、チェーナス及びジャベリンと共にロサイスへ向け航行中だったジャービスは、 スウェーデン戦闘はと衝突事故を起こし、死者2名、行方不明者15名を出す。そのため、続く3ヶ月間をドックでの修理に費やした。1940年5月に、マック大佐は、地中海艦隊第14駆逐艦船,船隊の指揮を取ることになったが、共同艦のジャービスが修理中であったため、機関を一時的にェーナスに移し地中海へ移動した。その後修理が終わった。 ジャービスも6月に地中海へ移動し、正式に第14駆逐艦船隊の機関となった。この頃にジャービスのペナントナンバーは G00 へ変更されている。7月6日にはマルタ島で空襲を受けたが損害はなかった。以降2年間、ジャービスは沿岸部の総統、陸組への支援砲撃、輸送船団の護衛、艦隊護衛といった様々な任務に従事した。 11月11日には、タラント空襲を行う空母イラストリアスの護衛に参加、12月上旬から中旬にかけて、エジプトに侵攻したイタリア軍に対する反抗作戦である、コンパス作戦の支援を行った。1941年に入ると、ジャービスは、地中海での艦隊行動で顕著な働きを見せた。ジャービスは1月に、マルタ島への輸送作戦 MC4 作戦に参加。 戦艦ウォースパイト、バリアント、空母イラストリアスを含む A 部隊の護衛を担当した。3月にはエジプトからギリシャへ兵力輸送を行うラスター作戦の護衛を行う。さらに3月28日から29日にかけて、またパンミサキ沖海戦に参加、ウォースパイトラの砲撃で大破したイタリア海軍の従順洋艦皿を雷撃処分したほか、航空魚雷の命中で落合していた。 従順洋艦ポーラに接近して、ポーラの生存者を救助した後、駆逐艦、ヌビアンと共にポーラを来撃処分した。この際、救助したポーラの生存者の多くが、館内の酒蔵から持ち出したワインを飲んで、酔っ払ってしまっていたという話が残されている。また、ジャービスの法員たちは、ポーラから数門のブレダ機銃を回収して、対空兵装の強化に利用した。 4月16日には、タリゴ戦団の戦いにおいてジャービスは、両艦と共に、イタリアの輸送船団を攻撃。輸送船5隻を護衛の駆逐艦3隻もろとも、全滅させる功績を挙げた。さらにジャービスは、両艦と、敵船舶の捜索を続け、4月24日に、イタリアの武装商船エゲオをジェーナス、ジュノー、ジャガーと共同で撃沈した。5月に、 クレタ島の戦いに参加。この戦いでは巡道警官の蹴りを含む多くの艦艇が失われたが、ジャービスは無事に切り抜けた。5月26日に空母、ホーミダブルとヌビアンがドイツ空軍機の爆撃を受け大破してしまったため、ジャービスはジャッカルと共にヌビアンの救援を行った。その後はクレタ島からの連合軍部隊の撤退を支援した。 日曜日の礼拝を行うジャービスの上院。6月、ビシー政権を支持していたフランス委任党治療シリアとレバノンにオーストラリア軍を中心とする英連邦軍が侵攻したため、ジャービスは支援砲撃やビシー側艦,艦艇への警戒を実施している。6月15日から16日にかけての夜、大型駆逐艦カサールを捜索中にジャービスは、浮上中のフランス海軍潜水艦と遭遇した。 わずか一鎖の距離から魚雷を発射されたが、ジャービスはスーフィー・トの差で回避に成功し、先行した潜水艦は駆逐艦キンバリーと共同で爆雷攻撃により追い払われた。同日にジャービスはニュージーランド海軍の軽寿命艦、リアンダーとキンバリーと共に、フランス海軍の大型駆逐艦、バルミオヨビゲパールと交戦した。6月18日、 ベイルートのフランス軍砲兵陣地を砲撃中に、ジャービスは航行に潜んでいたフランス海軍の潜水艦から来撃されたが、巨雷はジャービスの艦艇を通過していったため無傷であった。その後夏の間、ジャービスは砲位下にあるとブルクへの輸送任務に従事した。11月2日から8日にかけて、ジャービスは、不設巡洋艦、アブディールと10隻の駆逐艦と共に、兵員輸送作戦に参加。 英院軍をパレスチナのハイファからキプロス島のファマグスタへ輸送し、代わってイギリス陸軍第50不評手団を逆のルートでキプロス島からパレスチナへ移駐させた。11月25日、ジャービスはイタリアの戦乱攻撃に向かう戦艦クイーンエリザベス、バリアント、バーラムラを護衛した。ジャービスは16時17分に不審な音を探知したが、担当者は 潜水艦ではないと判断した。しかしそれは、ドイツの潜水艦 U-331 であり、U-331 が発射した、魚雷3本が命中したバーラムは、左舷側に横転、爆沈した。12月2日には、ジャービスの2番砲がジャッカルを誤射する事故を起こし、ジャッカルの艦長を含む2名が死亡、1名が重傷を負った。その後ジャービスは、 第一次シルテワン海戦に参加した。しかしアレクサンドリアに帰還後、そこで停泊中だったジャービスは、イタリア海軍の人間魚雷による攻撃に遭遇した。タンカーサゴナが爆破された際に雪原して、給油中だったジャービスは巻き添えを喰らい大破、6週間のドック入りを余儀なくされたものの死傷者は出なかった。ジャービスは1942年1月下旬に復帰後、 健康上の問題で艦を降りたマック大佐に代わり、アルバート・ローレンス・ポーランド大佐が艦長県戦隊司令として着任し、翌年までその地位にいた。3月にポーランド大佐の指揮下でジャービスは第二次シルテワン海戦を戦っている。5月10日にベンガジへ向かう敵戦団攻撃のため、駆逐艦ジャッカル、キプリング、ライブリーと共にアレクサンドリア港から出撃した。 しかし、ドイツ空軍 LG1 第一飛行隊の空襲により、ライブリーとキプリングが相次いで撃沈され、ジャッカルも大破後に、ジャービスが栄光を試みたものの果たせず、ジャービスによって来撃処分された。最終的に、ジャービスのみが生き残り、3隻の生存者、約650名を救助し帰還した。この際、乗員と生存者合わせて850名以上を乗せる。 極端な化石祭のために転覆の危険があり、わずかに5度ずつの操ダしかできない状態での帰還であったという。6月には物資不足に苦しむマルタ島への輸送作戦であるビガラス作戦に護衛艦艇の一隻として参加したが、作戦は多大な損失を出し失敗した。8月10日、ジャービスはペデスタル作戦を支援するために3隻の輸送船からなる。 おとり戦団に参加した。8月17日、駆逐艦ヒーローと共に、兵易に輸送船を護衛中だったジャービスは、U-83 に雷撃されて沈没した、客船プリンセス、マーガレットの生存者を救助した。その後ヒーローと共同で、爆雷攻撃を行い U-83 を損傷させた。8月29日には、前日に S ボートンの雷撃で損傷した。 駆逐艦間へリッチのアレクサンドリアへの入港を護衛している。9月13日、トブルクへの水陸両用作戦であるアグリーメント作戦の陽動作戦として、ジャービスは、両艦と共にマルサマトルーフを艦砲射撃した。しかし、アグリーメント作戦そのものは悲劇的な大失敗に終わった。8月のペデスタル作戦成功によってマルタ島の封鎖は解除され、 11月17日に、ジャービスは封鎖解除後発となる、マルタ島への輸送作戦ストーンエイジ作戦に参加。作戦中に空襲でひどく損傷し、栄光されて交代する、軽巡洋艦アリシューザを、駆逐艦ジャベリンと共に護衛した。その後、戦団護衛に戻ったジャービスとジャベリンは、他の護衛艦と共に、 マルタ島へ船団を到着させることができたが、帰路に激しい嵐に襲われ、複数の参加艦艇に乗員が荒波にさらわれて、行方不明になったり艦隊が損傷する被害が出た。ジャービスも救命ボートを流され、浸水被害が出たものの、人的被害を出さずに乗り切ることができた。11月24日にジャービスは、敵船団攻撃のため警部隊に加わった。12月2日、 ジャービスは、ジャベリン、ヌビアン、ケルビンと共に、アルバコアライ撃機により撃沈された、輸送船の乗員を救助中だった、イタリアの水雷テールポを捕捉、撃沈している。12月20日には、ジャービスとヌビアンが、マルタ島から発進した偵察機により、トリポリ沖で発見された2000トン級商船一隻を沈めた。ジャービスの乗員が、ドイツ兵捕虜に給食を行っているところ、 レトリビューション作戦中の1943年5月、撮影。年が明けた1943年1月7日、艦長検戦隊司令が、ポーランド大佐からアンソニー・フォレット・パグスリー大佐に交代した。3日後の1月10日、高天下で、戦団護衛中だったジャービスから上院1名が波に流されて、行方不明になった。 しばらく捜索したが発見できず捜索は打ち切られたが、間もなくジャービスの魚雷発射艦の下から気絶した状態で発見された。波で人知れず、海から艦上に押し戻されていたと推定され、頭部を負傷しやばら骨を折っていた者の,の命に別状はなく、マルタ島の海軍病院に収容され治療を受けた。1月20日にジャービスは、ヌビアンと共に小型商船2隻を撃沈。 1>, 1月22日、ジャービスは、軽巡洋艦、クレオパトラ、ユーライアラス、駆逐艦ヌビアン、ケルビン、ジャベリンと共に、ズワーラ砲撃を行った。さらにジャービスは、2月2日に、ドイツ海軍の潜水艦 U-200 を、駆逐艦パラディン及び、南アフリカ空軍のブレニム爆撃機と共同で、損傷させ、浮上後に打破した。u 2 0 5は、 その後、栄光中に沈没した。5月上旬、ジャービスは、レトリビューション作戦に参加し、陥落寸前のチュニジアから、敵部隊の撤退を阻止する、海上封鎖を行った。ジャービスは、ヌビアン、パラディンと共に100名以上の敵兵を捕虜にしたほか、イギリス空軍の搭乗員1名を救助した。5月19日には、両艦と共に、病院船を装って、兵員輸送を行っていた。 ドイツ戦を打破している。1943年6月1日から2日に、かけての夜、ジャービスは、ギリシャ海軍の駆逐艦バシリッサ・オルガと共に、スパルティベント、岬沖において輸送船2隻、護衛の水雷艇、カストーレ及び小型護衛艦 X137 から、なるイタリアの船団を攻撃、ウェリントン爆撃機が投下した、照明弾に照らされた船団をわずか三十分余りの、 戦闘で全滅させた。6月20日には、トリポリから、マルタ島エムカー国王ジョージ6世のお召し艦である、軽巡洋艦オーロラをヌビアン、ルックアウト、エスキモーと共に護衛した。6月22日、艦長県戦隊司令が、ジョン・スチュアート・クラウフォード大佐に交代。ドデカネス諸島の戦いで食雷により、監視を失ったギリシャ海軍駆逐艦、アドリアス。 ジャービスらの護衛を受けながら帰還に成功した。1943年12月。その後もジャービスはパンテレリア島、シチリア、カラブリア、タラント、サレルノへの上陸作戦に従事した。9月9日、タラント占領のため、第1空挺師団の兵員を乗せて入港しようとしていたアブディールが、初来沈没したため、ジャービスは救援活動に参加するとともに負傷者を、 マルタ島へ輸送した。9月17日に、されるので、上陸支援中だったウォースパイトが空襲を、受け誘導爆弾フリッツ X により大破したため、ジャービスは、廃下の駆逐艦を引いて撤退するウォースパイトを、護衛した。秋には、エーゲ海で、ドデカネス諸島戦役に参加したが、作戦は、失敗に終わった。作戦期間中にジャービスは、 アレクサンドリアで小規模改装を行い、後部魚雷発射艦が4インチ単装降格砲に完走された。10月16日から17日にかけて、ジャービスはカリムノス島沖で、ドイツ海軍の苦戦艇 UJ-2109 を、駆逐艦ペン、ハースレイ、ギリシャ海軍のミアオーリスと共同で撃沈したほか、翌18日にも、 ジャービスとペンは遭遇したドイツ軍の州停軍を撃破している。11月16日には、クラウフォード大佐が離任し、ハロルド・ピトケアン・ヘンダーソン大佐に交代した。その後は、アドリア海とイタリア西岸で活動し、イギリス第8軍及び、ユーゴスラビアのパルチザンへの支援砲撃を実施している。近代化改装後のジャービス。マストが、 トラス構造に変更されるなどの改良が加えられている。1945年6月撮影。1944年1月上旬、ジャービスはジェーナスと共にアドリア海沿岸のイタリア各地を砲撃し、敵の陣地や鉄道を破壊した他スクーナー3隻を沈めた。さらに、イタリア西部のナポリへ移動し、1月18日にはジェーナス、軽巡洋艦オライオン、 駆逐艦、ホークナー、ラフォーレイと共にガエータを砲撃している。1月22日にアンチオの戦いが始まると、ジャービスも、ジェーナスと共に上陸援護に参加した。作戦中だった翌23日に、ヨアヒム・ヘルビッヒ中佐指揮下のドイツ空軍 LG1 第一飛行隊による空襲に見舞われ、ジェーナスが撃沈され、ジャービスも、艦首を切断したが、 奇跡的に死傷者はいなかった。ジブラルタルでの2ヶ月間の修理の後、ジャービスは、ノルマンディ上陸作戦に備えた、事前訓練と改装のために、イギリス本国へ帰還し、戦隊機関の任務を解かれた。艦長ロジャーパーシバルヒル少佐の下で、ジャービスは、ノルマンディ上陸作戦を支援した。6月6日の上陸当日、ジャービスは、ゴールドビーチ周辺で、 支援砲撃を実施。支援砲撃と紹介活動を継続していた6月17日、補給のためポーツマスエ30ノットで航行中だったジャービスの鉱石内で6発の音響を嫌いが、次々と爆発した。しかし、後部手法右方が衝撃で故障する軽微な損傷で、済んだ。 6月19日には悪天候で流されたリバティ船がジャービスに衝突士官主部に穴を開ける被害が出たが戦闘に支障がなかったため6月21日まで現地に止まった。8月12日にはドイツ軍に占領されていたチャンネル諸島オルダニー島を砲撃する戦艦ロドニーを駆逐艦フォークナーと共に護衛。8月17日にフォークナーと共同で 周辺海域の敵艦艇を捜索中だったジャービスは、オルダニー島、ジャージー島、ガーンジー島のドイツ軍砲台から36分間に渡って熾烈な砲撃を受けたが、一発の命中弾もなく脱出に成功した。作戦後の9月に長期修理と近代化改装を受けるためベルファストで退役した。改装完了後の1945年5月8日に、 コドフリーランサム中佐の下で最終駅した後は地中海で警備任務に就いた。6月3日にイギリスを出発して地中海へ向かう途中にポルトガルのリスボンに寄港しドイツの降伏を受けて自沈後にポルトガル海軍の防具が急駆逐艦団によって救助された U ボートの乗員47名の引き渡しを受けジブラルタルへ移送した。 その後マルタ島へ到着して間もなく艦長がデビットヒューメイトランドマクギルクリクトン中佐に交代した。9月15日にロードス島にいたジャベリンで艦長らに対し上院の大規模な犯行事件が発生したためジャービスは軍法会議が行われるマルタ島へジャベリンを護送している。ジャービスは地中海沿岸の巡航や演習を行ったが11月12日には 第14駆逐艦船隊の機関が CHQ 駆逐艦チェッカーズに変更されたため、ジャービスは機関を尻ぞきジャベリンと2隻で、第14駆逐艦船隊、第28駆逐艦隊を編成した。11月19日、ジャービスは戦争中のザウンゾン嫌いに触れて放棄されていたリバティ船、ジェシー・ビリング3に遭遇した。ジャービスから派遣された人員が確認したところ、 水密は保たれていることが判明したため、ジェシー・ビリングスリーは、トリエステから来た引き船によって栄光されていった。1946年1月25日、ジャービスは、領艦チェッカーズ、ジャプレト、シェブロンと共に、エジプト王国海軍に譲渡される、高速魚雷艇を栄光して、マルタ島からアレクサンドリアへ向かった。戦隊司令らの反対にもかかわらず、 激しい嵐の中で予定通り栄光が命じられた。結果、間もなく波浪のため栄光不能になり、要因を退去の上で高速魚雷艇はすべて、ジャービスの砲撃により海没処分された。栄光失敗後に、両艦は、マルタ島へ帰還したが、ジャービスだけは、嵐でガブドス島に座礁した、イタリアの客船、グラディスカと、グラディスカの離礁作業中に自らも座礁した栄船。 キャプティブの救援活動に参加している。その後は主に地中海東岸の警備活動に従事し、ヨーロッパからパレスチナへ向かおうとするユダヤ人が乗った移民船の取り締まりなどを行った。ジャービスは1946年5月19日まで活動した後にイギリス本国へ向けて廃派を出港したが、その際には両館チェッカーズ、ジャプレとシェブロンの付き添いを受け、 さらに地中海艦隊小族の全駆逐艦からの活采を受けた。チャタムに到着した6月4日にジャービスは予備役のカテゴリー B に編入され、以降はグリーノックで軽流練習艦として使用された。ジャービスは1947年10月にハイキリストに乗り、翌年ストリベン湖で戦争を生き残った他の姉妹艦と共に爆発物の実験に用いられた。 ジャービスは1949年1月にブリティッシュアイアンスチールコーポレーションにスクラップとして売却され、その後同年9月にアーノット・ヤング社の手でトルーンに栄光後スコットランドのポートバナタイにて解体された。ジャービスは戦争中幸運な艦であるとみなされていた。5年半という長い戦争期間参加した戦闘のうち主要なものだけでも13回を数えた。 激しい戦歴にもかかわらず、乗員から一人も戦死者を出すことがなかったという、稽古な記録を持っている。敵戦水管から雷撃を受けるも、魚雷が艦艇を通過して、無事だったり、六発の音響機雷が次々と爆発しても軽微な損傷で済むなど危険な状況を幾度も切り抜けた。1944年1月23日のアンツヨの戦いにおけるジャービスのエピソードは、 その幸運の一つと言って良いかもしれない。上陸作戦を支援中だったジャービスと、両艦、ジェーナスは、ドイツ空軍機による空襲に見舞われた。両艦は、ドイツの対艦ミサイル HS-293 による攻撃を受け被弾し、全部弾薬庫が誘爆したジェーナスが沈没、多数の犠牲者を出した。一方のジャービスも、艦首を吹き飛ばされたが、自力で安全に、 ナポリまで交代できた。驚くべきことにこの事件で、ジャービスの死傷者はゼロであり、そしてジェーナスの生存者を救助することができた。アンツヨの戦い直後に、ジャービスの艦長に着任し1944年9月まで、勤めたロジャー・アヒル元少佐は、著書の中で、ジャービスについて次のように記している。ジャービスは、幸運なジャービスとしても知られていた。だが、 彼女がものすごい幸運感であることの証拠は、安置容キでの、あの空襲にも明らかだ。さすがの、ジャービスも、この時、その月は離れたかに見えた。とうとう滑空爆弾に飛び込まれ、監視部分がなくなってしまったのだ。が、やはり奇跡は起きていた。戦死者どころか一人の負傷者も出ていない。しかも驚いたことに、一人の水兵が一服つけようと思い。 全部砲塔の陰に立っていたのだが、その彼さえもがかすり傷一つ負わなかった。幸運艦の太鼓板を押された船に乗るのはありがたい。本艦は絶対に沈まないという信念が乗員全部に行き渡っており、それは確実に士気を高めていた。そして、ジャービスの艦長勤務が長くなるにつれ、この幸運というものについての宿命論的考えは強くなっていった。 ロジャー・ヒルチョ、アメクラ・タカユキ役、死闘の駆逐艦 P317P318、ジャービスは生涯で13個の戦闘名誉賞を受賞した。メディテレニアン・リビア・マルタ・コンボイス・マタ・パンス・フォックス、クリート・シルテ・シシリー・サレルノ・アエンゲア・アドリアチック、アンツヨ・ノルマンディこの記録に並ぶのは、ジャービスと共に、地中海で戦った、慶純洋艦オライオン及び、 駆逐艦ヌビアンの2隻だけであり、2度の世界大戦に参加した地中海艦隊機関、戦艦ウォースパイトただ1隻のみが上回っている。ありがとうございます。